新加入大卒ルーキーの熊本杉山が左足打っていきました。さあスペースに出てきた。攻撃続きます。熊本シュート、右足、佐川の正面を叩きました。連続攻撃、川原、中つなぐ、ゴール正面、アディショナルタイムに入りました。目安3分です。川原からどうだ、すらしたところ、右足、最後は岩下が押し込んだ。ロアッソ熊本逆転。スルー、杉山、中つなぐ、ジャニー足、押し込んだ熊本、2点目、追加点、岩下渡る、バックパス、正面だが、川西いけない、ゴールから逃げていくボール、ヘディング合わせた、これはポストの右、フィールドプレイヤーが9人という状態です。グランダで通してくる浅川の手、足元、中手に熊本、岩下、シュートに立つ、今は八木下、後ろからボール、この奪い取りが岩下の味です。中にボールが入ってくる、キーパーパンチング、しかし自分で持ち込むのか、杉山右で入れてきました。エリアの外からシュート、決まりました、同点ゴール、岩下、さあまたボールを保持している、岩下から中へ、また上がっていく、前でポイントを作る樋口、もう一度樋口の足元、神村が来る、左はたいて岩下、走り込んでいくのがタワレス、さあどうだ、ゴール前シュート、そのまま押し込みました。前半の10、ここは狙った、ただボールがある、ダメ押しの5点目、熊本ハイボール奪い合いです。収めれるか、前線出た高橋、さあシュートチャンスだ、沼津ショート、これはナイスブロックになりました。黒木、長いボールスペースがあります、ここに岩下、ワンツーでいけるか、竹本、岩下シュート、巻いて打っていったボール、川原、中には3枚収めて、ポストの右、大きく下から風も使ってハイボール、高橋が追い越していく、高橋の前、胸でトラップ、ゴールの蹴り込んできた、折り返す、岩下クロスが入ってくる、ポストの右、わずかに右、右タレスがスペース待っている、中には伊藤俊、伊藤俊の外、ポストの左、また岩下、